はい、どうもです。親父の食卓へようこそ。親父のあの花の時間です。今日はね、こちら今日揚げ物の日なんで、日曜日、エビ天、人参天、かぼちゃ天、いつものささみチーズ大葉フライでございます。今日は日曜日なんで、今友達とね遊んできて、今日も結構ね、いろいろねお宝をね買いましたよ。こっちのちょっとかけちゃおうか。めんつゆをね、かけちゃいましょうね。はい、そしてね、私はわさび好きなんで、あ、入れすぎたね。完全に入れすぎたね。わさび、おつゆでいただきたいと思います。楽しみ。あったかいの、乳麺にしようかなと思ったんだけど、冷たいので行くかと思ってね。こういかな。いただきます。そうめんはね、3束下に大きい氷が入っています。いただきます。うん、この固めの食感が好き。わさび、うん、あっかい。アメージング、アメージング。かぼちゃ天行こう。うん、今日は3週間ぶりかな。友達とね、ハードフ行ってきました。これは久しぶりかな。揚げ物の日はね、軒並み動画撮ってるから、いつも揚げ物食べてると思われるかもしれないですけど、しっかりね、週に日曜日揚げ物の日、月曜日から土曜日の間で1回揚げ物の日、これは守ってます。しっかり揚げ物ばかりではございません。まあ、亡きワンちゃんとの約束なんでね、ちゃんと守ってるってことが自分の中でしっかりね、分かってますんで、人参天も好きなのよ。うん、
ー豆腐行って、でコンビニでご飯食べて、ご飯屋さん行こうと思ったんだけど、やっぱりご飯屋さん行っちゃうと1時間以上潰れちゃうんでね、時間が。その分移動と店舗探索に回そうってことで、でその後ハードフまた行って、でハードフ行って3軒目ので、ちょっとホームセンターみたいなところ、工具屋さん、工具金物作業着、でスーパー行って帰ってきました。トミカをね、あとニトリ行った。トミカをね、6台買っちゃった。新車で220円だったんで、欲しいのも結構あってさ、やっぱりエビで締めたいな。ここにもこれうまい。ささみオーバーチーズ。これこそ梅ジンク。ちょっと揺れたな。はい、ってことでね、ごちそうさまでした。今日は天ぷら冷やしそうめんいただきました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。いつも親父の食卓や商館運んでいただきありがとうございます。それではまた、ごきげんよう。